はい、こんにちは、ビッグボーイです。フォールアウト4、続きやってきます。前回は、ファーザーに言われて、インスティチュートの声明を録音して、で、それをいろんな人に、連邦の人に聞かせなければならないということで、ダイヤモンドシティの送信機の出力を上げるように改造して、連邦中に送信してやろうっていうクエストがあるのと、これはなんだ？バイオサイエンス部門で何かが起きている。なんか問題起きてるらしいから、先にバイオサイエンス部門の様子見てこよう。ふざけるな。いい加減にしてくれ。聞こえてるのは分かってる。さあ、ドアを開けるんだ。もう勝手にしろ。ニュートン？君が次期責任者に指名されたことに異議を唱える者もいるだろうが、気にしてはいけない。どうしたんだ？ドクター・ヒックスとドクター・ローケンがファーザーの後継者にあなたが指名されたことに抗議することにしたんだ。バイオサイエンスのセキュリティシステムのコントロール権を奪って食料供給を遮断した。マジで？要求を出してきたか？奴らは要求を出してきたか？まだだ。しかし、インスティチュートと絶縁するように迫ってくるはずだ。説得してみようと思う。力を貸せると思う。メンテナンストンネルを開こう。そこからバイオサイエンス観察室に行ける。そこならヒックスとローケンと話せる。説得できないようなら、このホロテープを使うといい。観察室の端末の指揮機能にアクセスできる。そうすれば選択肢を増やせる。ただどうか、まずは話し合ってくれ。暴力は最後の手段だ。はい。ニュートン・オバーリーについていく。ここだ。ちょっと待ってくれ。さあ、開いたぞ。バイオサイエンス部門の観察室へ行く。まあ、まだね、ここ入ってきて間もないのに、息子だからってね、後継者に指定する、突然指定するのはね、何？え？これ倒していいのこれ？え？大丈夫これ？硬い。システムオフライン。え、これ倒して大丈夫なのかな？ここは前も通ったな。おっとっとっと。あれ、なんかおかしかったぞ今。タレットの名前が。とりあえず説得させてください。ローレンス？すみません、ドクター。我々に本意を促しに来たというなら時間の無駄だぞ。あいてか待って、ドアを開けてくれないかってさっき言ってたけどさ、ドア開いてたよね。腹立ちはわかるが、もっとマシなやり方があるはずだ。いや、お前は間違っている。いいか、話し合いならもう試した。何年もの間、やり方を変えるように訴えてきたが、誰も耳を貸さなかった。さあ、無視できるもんならやってみろ。お、選択肢が赤い。説得せよ。ファーザーは信じてくれている。せめてチャンスをくれないか。私たちの仕事をほとんど知りもしないくせに、どうして私たちを導けるというんだ。熱意はあるんだろうが、無理なことだと思い知れ。これは Y。後継者の地位をめぐってみんなが争った方がいいというのか。それがインスティチュートにとって最良の道なのか。変革が混乱を引き起こすという点には同意する。しかしいずれ混乱の中から指導者が生まれるのだ。そして全ては元通りとなり、研究が再開できる。あ、なんかまたチャンスを欲しい的な選択肢。説得しろ。せめてチャンスを与えてくれないか。チャンスだと、うん、どう思うマックス。いかに貴重面な研究者でも時には賭けに出なければならない。試してみようじゃないか。いいだろう。ドアを開けてうちに帰ろう。人造人間、コマンドオーバーライダーを解除し通常作業に戻れ。あ、なんかホロテープは使うことなかったけど説得に成功した。鍵が必要だ。戻ってったけど、ここはこれは開けられない。ここは開けてくれないのね。ニュートン・オバーリーと話す。別にドンパチでもよかったけどね。ああ、戻ってった。本当にインスティチュートの次期責任者になるなら学ばねばならないことがたくさんあるぞ。はい、ブラボー。正直最悪の事態を恐れていたが、あなたを見くびっていたようだ。頭を冷やしてくれてよかった。まったくだ。もう一つ話しておくべきことがある。当然だが何らかの処分を下さなければならない。どんな形で行うかという点はお任せする。うわ、死んでもらおうって。食料を渡して放り出せっていうのもあるな。後に尾を引かせることはない。彼らも過ちから学んだはずだ。この恩情と理解があなたの人間性を物語ってくれる。ホロテープを返してくれ。それから個人的な感謝の印として渡したいものがある。任務でたびたび物資の乏しい地表に行くかと思う。いろいろな必需品を集めておいた。きっと役に立つだろう。おう、ありがたい。はい、これは平和的手段で解決。それではダイヤモンドシティに行ってラジオ出力を上げるよう改造しちゃおう。到着。確かラジオ局は奥の方にあったはず。このおどおどしたラジオが必ずダイヤモンドシティからはかかってんだよな。あ、これだこれ。 DCR な、ダイヤモンドシティラジオか。 DCR でやめろやめろ、物を壊さないでくれ。もしよければと。別にね何を しに来たわけでもないんだけどね。なんか普通に見ている目の前で撮っちゃったけど。いやー、よし、これを試そう。いや、こんにちは。はい、なんか一部英語になっちゃってるけど、まあ適当に取り付けるか。これはこっちか。待てよ、これどこが入った、どこが正しいとかありそうなんだけど。ああ、これ正しかったら多分ゲージマックスになるな。ここボタンじゃね。あれ、3。おお、これはあらゆるパターンを試せと。お、でこうだ。でも本当にもう目の前でやっちゃったけどよかった。またトリガーマン来てる。いった。トリガーマンはダメです。あらあら。お、待て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 。おう、ネルソン・ラティマーの仇って言ってもな、それ誰だったっけ。改造はしたから報告に。おい、そういえばね、マップを見たら、まあ当たり前だけど、プリルエンとかボストン空港の居住地区画は取り消されていて、多分ね、ファストトラベルしたら敵対化されるだろうな。これどこだ。こっちか。ん？こっちに行ける。リアクター。おお、お風呂だ。わ、暗いわ。なんかこの辺は連邦臭い。パーツ開いた。なんかやたら錆びてんな、ここ。研究者がいる。あえて言わせてもらえれば、私たちは最新式人造人間のほんの一部についてしか分かってないの。体を大事にしろ。そうすればあまりここに来なくても済む。ここには来なくていいけどな。それじゃあこれはなんだ。大都市への旅は楽しめたか。では済んだのか。送信機はもう調整済みなのか。バッチリですよ。ああ、で、そうだ。原子炉の方はどうなんです。こちらは全て準備できてる。だが原子炉はどうなんだ。初期段階の試験は終了した。数値は全て正常だ。そういうわけでこちらの準備も良さそうだ。ホスト役はそちらに任せよう。友人諸君、リアクターを瞬間を目指して努力を重ねてきた。皆の全ての努力が実り、ついに我々の原子炉を起動する時が来たのだ。もう生き延びるために妥協を強いられることはない。進歩が資源を追い越す心配もない。父と私は皆の協力により成し遂げられたことをこの上なく誇りに思っている。そして将来、より偉大なことを成し遂げるのを楽しみにしている。今やインスティチュートは真に人類の一番の希望となった。皆に、全員に感謝する。はい、それでは動かしちゃうよ。これ大丈夫だよね。父さん、いつかこれが全てあなた。入った。お、大丈夫だよね。動かしちゃうよ。リアクター内放射能レベルは、ああ、低い。シーケンス実行。あ、しまった。今我々はここにたどり着いたんだ。自分が可能にしたものを見てみるんだ。原子炉は動いた。インスティチュートの次の目標は？それをこれから話そう。インスティチュートの将来を確かなものにするにはまだやらねばならないことがある。どう進めるかを話し合う会議が理事会によって招集されたが、私は出席しない。あなたが責任者として出席するのだ。私がですか？おお、これ開けたら死んじまうな。これにて電気の心配はなくなったっちゅうことですかね。なんかありそう。なんもねえ。それじゃあ理事会リーダーとして出るか。さあ理事会、あ、この上か。選択肢によってはね、連邦とも仲良くしましょうっていうのがあるかもしれないし。人間の未来がまさにここに根付こうとしている。皆一緒にお仕事ができるのを楽しみにしております。どうもどうも。この場にいられて幸せだ。ドクター・フィルモア、立場にふさわしい働きができるよう願っている。きっとできますとも。今ここに集まったのは、いよいよ自分たちのために立ち上がる決意をすべき時が来たからに他ならない。大げさな言い方はやめましょうよ、ジャスティン。何も大げさではない。我々は抵抗し、権利を主張できる立場にいるんだ。それをずっと話し合ってきただろう。事情をご説明しましょう。見ての通り、連邦にはインスティチュートが目指すものに反対する立場を取る集団がいます。原子炉が稼働した今、我々は人造人間の生産を拡大するのみならず、一層大々的に権力を誇示することも可能になりました。B、 今や連邦に戦争を仕掛けることも可能になったと言いたいんだな。本気でそんな方向に進むことを企てる者はいないでしょう。理事会はこちらの長期的な安全を確保するため行動を起こす必要があるということで意見が一致しました。はっきり言ってしまいましょう。理事会はレールロードと BOS は排除する必要があるということで意見が一致しました。あなたには次期責任者としてこの結論を聞いていただき、お考えを伺う必要があると感じたのです。で、どういう立場を取られますか？ミニッツめは忘れ去られてるのね。まあ今となってはレールロードも BOS も敵対関係にあるんだけど、B、 避けられないとしても暴力は最小限にしよう。我々は連邦の破壊を目指してはいない。もちろんです。必要以上の害をもたらすことなどもともと意図していません。この目標を果たすためどこに焦点を絞って力を注ぐかは責任者のあなたの判断です。我々はどの方向に向かうかについて助言をいただきたいのです。人造人間の生産量を増やしますか、それとも武器の開発に重点を置きますか？一任するはちょっと無責任だから。選んだ結果はどうなる？十分な情報を得た上で判断したい。そうですね。人造人間の生産を増やせば彼らをもっとたくさん連邦に配置し、こちらの作戦の補助を行わせることができます。武器開発を選べば今こちらが所持している使用可能な武器が改良され、戦闘中の人造人間の戦闘力が上がります。どちらに注力したらよろしいですか？まあ多くてもあれだしな、人造人間が。量より質じゃないか。これまでの経験から戦争の勝利の鍵が武器だということは分かっている。武器開発に重点を置こう。仰せのままに高度システム部門が直ちに作業に取り掛かります。貴重なお時間をありがとうございました。今回は以上です。ファーザーが会議が終わり次第お話をされたいと願っておられるはずです。ファーザーはいつも少し予測不能だが、後継者の選択は驚くべきことではなかったね。クエスト完了。なんか人造人間増やすってのはね、心配なんだよな。何かと不良人造人間とか出来上がることがあるから。で、エンドって文字があるな、このクエスト。エンド・オブ・ザ・ライン。そろそろエンディングが来てもいいと思うんだけど。それじゃあ今回、ここまでにしよう。次回、ファーザーとのお話ね。あなたはいつ帰るんだ？じゃあ今回こんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。